です。ご視聴ありがとうございます。現在ね、これね、撮り直ししてます。最初ね、おもちゃショーが終わって、その次の日が金曜日か。そう、金曜日のね、深夜に、こいつ、シューティングスター作りながら撮影してたんだけど、次の日ね、メモリの容量確保で、これいらねえ、これいらねえ、これいらねえ、つって、その撮影データもね、全部消しちゃいました。なのでね、まあ、事後の動画というか、またね、再び撮り直してるんだけど、ミニ四駆はね、1年1回2回ぐらいは作ってるんだけど、今回ねちょっとブームさんのミニ四駆大会ということで、新たにねまた1台作りました。で、ここにあるのが作ったやつなんだけど、ほんとねこのシューティングスターっていうマシンがめちゃくちゃ好きで、これねダッシュ四駆のマシンで、1号がエンペラー、2号がバーニングサンつって、ダッシュシリーズもね一通り揃ってて、とりあえず今こんだけねかき集めてきてね、スーパーシューティングスターっていうのを作ったけど、これはでもね作ったはいいけど、あんまりなんだろう、心に刺さなかった。やっぱり初代、あれがね一番好きで、ミニ四駆はねもうほんと子供の頃ずっとやってて、それっきりだね、いつからかパタッとやんなくなって、レーサーミニ四駆っていうのもそうだし、あとワイルドミニ四駆、これとかクラッドバスターとかね、ランチボックス、あの辺も、作ってね外で走らせてたりしたんだけど、これもね結構ホイールキャップがあるからね、この斜め走行とかできて結構面白いんですよね。はい、そんなわけで今回ね再びミニ四駆プロの MS シャーシのシューティングスターを作ったわけなんですけども、大会に関してはね、その場のね、いろんなクリエイターさんが参加してたから、その動画で、結果だの流れだのやると思うんですけど、個人的にはね、雑談がメインかなとか、あとはその実際のフリータイムでコースをね走らせてた映像なんかもね挟んでいけたらなっていうのがあります。で、当時はねやっぱりレーサーミニ四駆っつったらもう本当このスパイクタイヤが当たり前で、これをねプチ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 爪切りでね取っ切ってスリックタイヤにしたりとか、あとはもうこれでちょっとボロボロになっちゃった、もうこれもねウィングがもう片方だけしかついてない、なのでこれをちょっと一回取ろうか。スーパーシューティングスター、結構ねバーニングサンとかこのダッシュシリーズ、エンペラーとかホライゾンとか、あの辺もね新しいの出てんだけど、やっぱりね初代のデザインがやっぱり一番刺さる。そうで、一番やってたのはねこういった感じ、多分車種も違うんだけど、このモーターがあって、このシャフトで後輪前輪を動かすっていう、こういうのはね一番ハマってた時期かな。これは多分違うシャーシー、もう全然なんか違うんだよね。そう、だけどやっぱ時はね進化するもの、ね、時は進化ってちょっと言い方変だけどね、時とともにね時代は進化していくもので、そう、シューティングスターのボディはそのままにねシャーシーが変わったやつっていうので、これもね作ってる時いろいろやったのよ。今はねここら辺のよしを残骸しか残ってないんだよね。なのでね、モーターはとりあえずこれハイパーダッシュ6プロと、あとねベアリングローラーと、これかこれもローラーだ、あとスピードギアかな、あとこれ MS カラーシャーシで六角マウントセット、とりあえずね近所のヤマダ電機は全然品揃えがねよろしくなくて、ちょっと離れたお店に行ったらねいろいろあったんで、ちょっとその場でノリでいろいろねつまんでこれに組み込んだわけなんですけど、あとこれかスチールベアリング、そうビッグカメラ、ね、小島電機で買ってきましたけども、それで作ってて、MS シャーシがこれだよね、入ってるシャーシ、でこいつなんだけど、どうせだったのがねシャーシだけも別のやつ売ってたから買ってみようよっつって、買ってきて紫とこの緑の MS カラーシャーシで、このミニ四駆が MS シャーシだから多分一緒じゃないのっていうノリで買ったはいいんだけど、これまたねちょっと形状が違ってて、全くほんとゼロから始めたような感じで、このガンダムマーカーはね子供がこのアビリスタっていう車両で使いました。で、シューティングスターのシールもねちょっとしか貼ってなかったり、そうシャーシがねこいつ
そう明るい蛍光、蛍光じゃねえか、明るい緑なんだけど、それと紫のセットなんだけど、これで、まあ、トリセツ通りに見てみると、ね、全然形が違うんですよ。そうシャーシがまずねここで、まあ、電池のね金具をはめるところで、あれ形おかしくねっていう、そう全然違って、まあ、そこで調べるのに時間かかった。そう MS シャーシでも数パターンあるんですかね、まあ、とりあえずなんだっけエボ EVO かな、なんかそんなシャーシなのかな、もうねさっぱり分かんない状態で、まあ、なんとか組んでみて、とりあえずね紫のシャーシちょっとカメラ越しだとかなり青が強いんだけど、めっちゃ実際は紫です。で、まあ、このね電池のスイッチだけこの色を使った感じですね。でまあ、最初ここにもね六角のポールを立ててて、まあ、こういう転倒防止とかになるのかなと思いきや、実際、まあ、そんなことはなくてね、まあかなり事故りまして、ね、バンパーももう白くなってきた。で、まあ、シューティングスターがすごい好きっていうのと、まあ、ダッシュシリーズが好きっていうのでね、まあ、ツイッターでもちょっと一回写真のっけてつぶやいたんだけど、このバーニングサンのボディもね一回くっつけて走らせました。このね徳田ザウルスさんのデザインがもう本当に好きで、特にバーニングさんもね、まあ、その当時、まあ、ここく、うん、くり抜いてメッシュ貼ったりとかウィングつけたりとか、まあ、いろいろやってたんですよね。でまあミニ四駆あるあるなんだけどね、もう本当にこういったところピンバイスでプチ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 もう穴開けてひたすら軽くする、で軽くするイコールボディの剛性がなくなる、強度がなくなるっていうのもね、ちょっとぶつかったらもうバラバラに大破するとか、まあ、でまあコンクールデレガンスっていうのと、あとレースのねその2つの部門があって、まあ、今回ウームさんのね、34階のスタジオで、まあ、やってきたんですけど、で、まあ、自分もやってた趣味であって、まあ、子供のね趣味の間口も広げたいなっていうのがあって、まあ、そのアビリスタっていう車種、まあ、いただいたんですけど、それも完全ほぼ完全子供一人で作らせましたね。まあ小学校高学年なんだけど、まあ自分らがもうねやってたことそのままじゃあポンって渡して作ってってもう何もね予備知識も何もないゼロの状態から作ってもらって、そのモーターにギアをはめるとかねすごい硬い作業とかは、まあ、やってあげたりはしたんだけど、ほとんど自分で作って、あとちょっと日程もね押してたから、まあ単色ソリッドカラーなんだけど、まあ、塗ってあげて、あとはそのガンダムマーカーで、まあ、子供までちょっと習い事が多くて、まあ、時間がなかった中でねちょっとなんとかね宇宙をイメージしたっていうのでガンダムマーカーでねちょんちょんちょんっていろいろやってました。はい、いいんじゃないですか、ちょっとターミーやって入れてみましたね。はい、でやっぱりねハマってた実際ねその走らせて自分で組んだマシンで電池を入れてスイッチを入れて走らせてっていうのでねやっぱりハマってて、そのフリーの時間とかね、まあ、合間合間の時間もコース空いてたんでちょこ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 走らせては、うん、にやけてましたね。これいいよ、やっぱり面白い。でもやっぱりね、まあ、フルノーマルの状態なんですよ。まあそもそもまあ、ウームさんからね受けたのが全員フルノーマルでスタート、やっぱりね、カリッカリにチューンしちゃうと、まあね、熟練の人がとか、あとはそのかけたパーツとかも慣れとかもやっぱ結構いろんな要素が絡んでくるから、全員このフラットな状態でそうスタートしましょうよということで、改造はもうこの外装以外はフルノーマルでということでした。ただやっぱこれね、あぶつかっちゃったね、そう音が平和。自分はねちょっと組んだマシンで走らせたいなっていうのがあって、まあ、一通りね組んだんだけど、まあ、音がねちょっと凶悪なんだよね。でまあ時間がすごいなくて慌ててねこのアビリスタ塗ったカラーで、まあ、フロントのねウィンドウを塗って慌ててマスキングして、あとはねブルーのメタリックでやったんだけど、シャーシとね結構肉眼で見るとねこのボディとシャーシ色が違うんだけどね、今モニター越しで見てると全然違う。でもあとはこのねショック部分もね、まあ、アビリスタと同じカラーにして、まあ、あとはヘッドライトとこのエアインテークっていうのかな、まあ、こことかねシール貼った感じ、あとウィングね、まあ、元はその色はこっちの方なんですよね。
そう青と白っていうのがすごい好きで、あとこの形状ね、そうダッシュした、ダッシュ3号シューティングスター、これねあれなんですよね、当時コロコロコミックにそのデザイン募集でなんかねコンテストがあったんですよね。それで、まあ、その武井さんっていう人がね応募して見事商品化になったんですけど、その武井さんっていうのがあの漫画家のシャーマンキングの作者の人、武井宏之さん。そう、まあこれはもうすごいね、その後に漫画を読んでその情報を知ったりするとおおってなりました。でまあ本当ね、自分らはねレーサーミニ四駆、本当こういう時代で、おおメールが来た、はい、そうラジコン世代なんですよね。で初めて手にしたホビーラジコンっていうのが僕の場合はこのブーメランで、そうだからそのラジコンのもうあのパンフレット冊子とかで、まあ、このホットショットもそうだし、ビッグイック、ホーネットこっちかで、こっちがあれかフォックス、うん、これがそのままねこういうちっちゃくなって、まあ、走らせられるっていうのがこれ当時の、本なんですけど、これはちょっとね宝物本当に。でね、まあこういうオリジナルな改造もね結構いろいろ載ってて、できるやつはね真似したんですよね。でまあ当時の仕組み、当時のシャーシの仕組み、そう後ろのモーターでギアを伝って、このシャフトで前輪に力を、それでの四駆だから、まあそのまあズルじゃないのかな、そうスピードアップするのにこのシャフトを抜いて二輪駆動にしてスピードアップとか、まあいろいろやってましたよね。もうほんとこれね、だろうね、これバイブルひたすら買った。このセラミックグリス、グリスもね買ったんだけどもデザイン違ってんだよね。まあ同じのあんのかどうかも分かんないんだけど、今ねこれをひたすらね、まあ入れた感じ、懐かしいよね。そうだからまあ多分この動画見てる人でまあ懐かしいなと感じる人は多分ね同じような感じかな。そうでさっき言ってた大体がオフロードのバギーがねモデルになってるんで、こういったピンスパイクタイヤなんだけど、まあ、こういう風にねスリックタイヤにしてみるとっていうね解説だったりとか、まあいろいろ載ってるんですよね。こういう基本的なタイヤのズレとかね、まっすぐ走るとか、そうトラブルチェックとか、ね、これもう本当ね狂ったように当時読んでたからね。でまあタミヤ公認コースもいろいろあったんだよね。そのなんだっけ、今あるのかわかんないけど、ひたすらこうやってぐるぐる、そう筒状のもの、あったこれだ、これサイクロンループとかドラゴンスプリントロード、あとウルフトラマッハサーキット、そうあとこのレスリングとかクラッシュギアとか、そんな感じかな、もうぶつけて遊ぶみたいな、もう何でもありやったんですよね。そうでまあそのコースなんかも当時はね近所の模型屋さんにもう限られたところにしかその置いてなくて、まあ、タミヤの公式のねコースだったり、まあ、あとは社外品というか社外コースだったり、まあ、こういう感じで、ね、走らせては遊ぶとか、あと大概はね道路の横に側溝、雨水を流す溝があるんですけど、そこにねそうはめ込んガチャッとはめ込んで走らせてぶつけて大破するとかね、まあ、とりあえずなんか外で遊ぶことも多かったかな。あとこれか、そう斜面距離で競うコースとか、今あんのかねこれ、斜めのコースでどこまで頑張れるかっていう、うん、そういったものとかね、懐かしいサイクロンループ、まあそんな感じ。そうだからね、久々にこれもね開いたりして結構面白いですね。だからねただスピードを競うだけじゃなくて、まあアイデアプレイランド、そうこのようにホッケーのようにして遊ぶとか、まあボーリング缶並べてミニオンクぶつけてとかね、そうホースサーキットペーパーオフロード、そう自分はね本当住んでたとこはまあね山だったからね、本当に土の上走らせてギアボックスなんかに土がいっぱい入ってね、掃除がすごい大変だったり、あとねこれね、そうくるっと巻いた紙の中に入れて紙を走らせる、これなんかもやったしね、あとどっかにねあれもあったんだよね、昔のね写真のフィルムケースをタイヤにくっつけてとか、結構いろいろあるんですよこれ。そう8輪オンなんかピンポンできた、そうスタントレーサーアクシデントレーサー、これはねやんなかったな、ブーメラン懐かしいよねこれ。そうであとあれだよね、ドラゴンシリーズ、サンダードラゴン、ファイアードラゴン、スーパードラゴン、
そう、あの辺がね、あ、これも作った。そう、タイヤを2個くっつけて。そう。あれ？あ、これだ、これこれこれ。そう、もう今あんまり見ないんだけど、あのカメラのフィルムのケースがこれなんだよね。これをタイヤにくっつけて、そう、わけのわかんない動きをするっていうね。これも面白かった。まあここら辺はね、もう多分もう廃盤とか絶版になってんのかな。そう、ホットショットでホーネットでフォックスブーメランでビッグイック。そう、これね、当時のマシーンなんだけど、その34階、ウームさんの34階に行った時に実際にね、当時のやつを持ってたっていうのがウームのスタッフにいて、それらが並んでてね、めっちゃ感動した。それ多分ね、この後の映像に刺すと思うんだけど、いやーね、やばいですわ。なんか一気になんか熱いものが込み上げてきたね。で、あとはね、今もあんのかね、このコミカルミニ四駆、ワイルドとはちょっと違うコミカルミニ四駆っていうのもあったりね。あ、これあれだ、ビートル、これね。そう、モンスタービートル。あ、スーパードラゴン、まだこれあれだよ、クレイモデル試作段階だ。うん、粘土で作ったやつね。で、ファルコン、懐かしいね。多分これ今もう全然仕組み違うのかな。そう、まあ、あとはね、チューンナップグッズ、タミヤ公式のねグッズ、今とデザイン違うのかな。そう、あとね、透明シャーシ発売、これね、確か発売前だったと思うんだけど、あのチョコスナックのね、応募券の点数集めて全員サービスでもらえるやつで一回もらったことあるんですよね。やっぱクリアがどうしても欲しいっていうので。でもこれ発売されたんですよね、その後。でもあとはね、まあ、ステッカーを貼ってね、オリジナルにしたりとか、まあ、そんな感じのね、まあ、タミヤ模型の本、昭和62年、これ懐かしいです。はい、まあそんな感じで、まあ雑談もまあ結構今お話ししちゃったんだけどね、まあこの後ちょっと、その会場の様子とか、あとはね、そのこいつシューティングスター、走らせた感じの動画とか、あとはね、このアビリスタとかね、行きたいと思います。そう、やっぱりね、面白いわ。で、何回も吹っ飛んで、もうね、何の事故を起こしたか分かんないんだけど、で途中であのカード&ホビー の, あのサンダーさんとかにね、あのいろいろ聞いて、まあ、最初ね、これあのシャフト入れて、このローラー自体もね、高いところにくっつけてたんだけど、それじゃ意味ないよっていう、まあ、ジャンプするところがコースの中にあって、そのコースの壁より上にこのローラーが出ちゃうと、結局そこで引っかかってコースアウトの元とかになるよっていう、そのあの人すっごいガチ勢だ、ね、ガチ勢なので、まあ、本当に理論的な納得できるアドバイスを大量にね、いただいて、まあ、とりあえずまあここはすぐできる改造としてシャフトを抜いて下の方にね、位置につけたんだけど、まあ、そこからコースアウトはちょっと少なくなったけど、やっぱりあれね、そのモーター変えて、そのギアも変えたから、とりあえずね、スピードはめっちゃ出るんですよ。で、スピードがめっちゃ出る分、まあ、吹っ飛ぶ、やたら吹っ飛んで壊れるんで、まあ、単にね、速くすりゃいいやっていうもんでもないっていうのもね、本当改めて実感、まあ、多少重くしないとね、ダメだなっていうのは、そう実感しました。そう、こっちのノーマルボディも良かったんだけどね、とりあえずなんか色塗りたかった。そんな感じです。そう、色塗ってオリジナルにしたかった。まあ、本来、ああ、やべえやべえ。そう、本来こんな感じ。まあ、これの、シャーシがね、黒いやつっていう感じになります。まあ、結構長く喋っちゃったな。はい、そんなわけで、後半はね、ちょっといろんな映像を指します。で、あとで、リンチャンネルさんともね、初めてお会いして、まあ、あの方もね、すごい塗装こだわってた。まあ、同じ車種なんだけど、見た目がもう全然違う塗装で、まあ、コンクールデレガンスではね、メーカーさんはね、タミヤさんなんですけど、まあ、そこら辺のこともちょっとで突っ込まれて、結構面白かったです。はい、そんなわけで一旦切ります。シールはいいとして、てんてんてん、ま
します。よろしくお願いします。今日はですね、こちらのミニ四駆大会にお招きいただきましてありがとうございます。皆さんですね、今日はマシンを自分で作って、レースをやりに来ているということですけども、初めての方でもミニ四駆は十分楽しめます。今日は皆さんがその後改造もしたりとかで、レースをやるということで、一日ね、しっかり楽しめますように。私は普段大会の実況なんかをやっております。なので、今日も例えば改造の時とかいろんな相談も受けます。マシンの相談、セッティングの相談、あと恋愛の相談とかね、お金の相談はちょっと無理ですけどね、それ以外のことができますので、ぜひぜひ皆さん今日は見てください。あとは何だったかな、今日はそう、ちなみに皆さんの中でミニ四駆を子供の頃とかやったことあるよっていう方いらっしゃいますか？3分以上いらっしゃいます。今日はじゃあ逆に初めての方、はい、初めて、初めてですね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ今日は皆さんしっかりちょっとね、初めての方も経験者も、まあ、久しぶりにっていう方もね、いらっしゃると思いますんで、いっぱい楽しんでいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。8番。1番は老廃オフセットなんで、これですね。はい、こちら、はい、楽しみの、こちらの音は11番、ミニ四駆プロレーザーレーサーズボックス。レーサーズボックス、おこれ、おーすげえ、これはでかいぞすげえ。カランカランですね。すげえ。はい、次の方どうぞ。今ね、パーツの抽選会。うちの子はこれをゲット。キャリーケースとタイヤ。シューティングスターテスト走行。もうあちこちぶつかって折れました。もう一回テスト走行。おお、やべえ、事故車になった。はい、そして今ね、ちょっと待避所に来てて、まあ、3度4度事故ったシューティングスターの横にあのリンチャンネルさん、はい、いました。で、あのコンクールデレガンスで、まあ、タミヤなんだけどここら辺っていうのでツッコミを受けてたっていうね、まあ、某車、見る人から見たらもう分かる車なんだけど、すごいね。もうこれね、 3時間ぐらいでやった塗装なんで全然やっぱ違いますね。もうこっちの方が綺麗、ツヤが違うもんね。ここら辺もう何、天井のね、このライトが映り込むぐらいいいね。まあ、こっちは何度か事故っちゃってもうハゲてきちゃったけどダメだ。はい、そして今ね、お子ちゃんも届いたんで、会場に来てね、あのガンダムマーカーで書いてたんだよね、一生懸命ね。残念ながら賞はもらえなかったけど、でも自分で作ったら結構愛着湧くよね。どんな感じ？まあ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 
ね、これも早くなるといいね。はい、リンチャンネルさん、はい、コラボレーションでございますシューティングスターが事故ってばっかでもう傷だらけになってきたから、もうバーニングサンにします。このボディ、まあ中身は一緒なんだけどね、ボディだけ違います。で、また事故車、よし、いいぞ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 、やっぱダメだね、もうもうちょい重くしなきゃダメだ、事故車モーターはなんかこちらでよくわかんないやつある。あ、せいせいせい。おお。おお、大変。ダメだ。で。最後は側だけ変えてバーニングサンで行きたいと思います。コメントできる？はい、はい、3、2、1、どうぞ。ああ、
まあね、いろいろ、ね、映像を今指したわけなんですけども、今回の、ね、ミニオンプロ動画は以上となります。はい、長々ねお付き合いいただいて誠にありがとうございます。結構ねやっぱりミニオンクネツ、うん、ふつふつとまたね高まってきたんで、多分ちょこちょこ作っては動画出すと思いますので、よろしくお願いします。ね、ちなみに久々です、ここまでやったの。もう子供の頃以来、まあ、あとはね、ほんとダッシュ、あ、新しいシャーシで売ってるの懐かしいな、作ってみようなっていう感じで、まあ、いくつか作ったのがある程度で、そう、あとホライズンとか、あと他のキャノンボール、ダンシングドール、あの辺もね、ちょっとしまい込んで出すのは大変だったんで、これしか出してないんだけど、そう、ちょこちょこやっていくと思います。であとね、このシューティングスターもあれなのね、シールが、これ紙シールなんだけど、新しいやつはこのメタルシール。アルミシールっていうのかな、なんかシールのね素材が変わってて結構綺麗になってます。はい、そんなわけでね、以上トイハッピーでした。ご視聴ありがとうございました。ではまたね、次の動画でお会いいたしましょう。